でるん、たるごけ、使い捨て、技マシンかな。トンボ返りは結構使えるよね。攻撃と同時にメンバーと交代だっけ。飛び降りる、明るくなれん。あ、なんかいる。どうも。ダブルバトル、ガラルの列車に乗って、あなたとの出会いで人生何か変わるかしら。鉄道いいっすよ。鉄オタだ。肝試しカップルのミレイとユータ、キルリア、キューコーン。あ、やっぱキューコーンかっこいいよね。トレースされ靴の心、火だから、キルリア、キフェアリーかな。いや、けど抹殺。そして私のろくな技がね、弱え。まあ格闘だからね、リベンジでキュートン狙い。シュート、ゴール。バレリーナみたいだな、キルリア。なかなかいい攻撃力してるじゃないですか。焼き尽くす、燃える。きた、リベンジ、威力120。ほら、やったな。しかも急所、玉ねぎ最強説。強すぎ、私でも勝てる人を探しに行っちゃおうと。負けた悲しみを忘れるなら鉄道での旅がいいですよ。これだから鉄オタは。自分よりすごい人もすごくない人もたくさんいる。だから他の人は気にしちゃいけないね。つまり下を見ろと。上を見るな、下を見ろってことだよね。なんというね、前向きな後ろ向きなんだ。あ、こっち行ってないからね。ほら、アイテムある。見つかった。キノコ探していますか。キノコは触ると光ります。コックです、コックの検索です。マホミル、マホミル級、こいつ級か。マホミルが仲間になったら、まあまず確実にハゴロモフーズという名前にするだろう。入るか。ヤバちゃん、お茶、ヤムちゃんの親戚かな、ヤバちゃん。おお、ゴーストだよね、確か。不意打ち、カウンターを食らってる。やばい、アバチャだったら知ってるけどね。アバチャ、マシェード、キノコ、フェアリーキノコかな。キノコ属性ってなんだよ。草だよね。でも草とキノコってちょっと違うんだよね。菌類と植物が。嘘だろう。嫌な、嫌な胞子持ってるな。強いトレーナーさんだ。レアなキノコよりも珍しいよ。お、来た来た。どんどん進化していく。
リアル方面に向いたな。ショロコはレバルダスに進化したダス。英国ポケモンやべえな、英国ダス。美しい毛並みとスタイルに惑わされがちだが、気まぐれで凶暴なポケモンなのだ。もうどんどん進化枠を変えていくスタイル。多分進化後なんだよな。こいつなんかやばいのになった気が、進化した気がする。回復する、毒消し、あ、行き止まりじゃねえか。お前なんでこんなとこにいたんだ。ここにはね、珍しいキノコがあるんだよ。美味しいカレーを作ろうよ。明るくなっちゃえ、明るくなっちゃえ。いたいた、上がってこい。ベロバー、妖怪案件でフィス。いや、ほんとそんな感じだよね、こいつ。多分刻めないから、クイックボールいくか。続きで刻めなかったからね。さっき捕まえたあいつの進化前だと思う。ベロバーのデータ、意地悪ポケモン、アグフェアリーね、40センチ 5.5 キロね。幼稚園児、人やポケモンが嫌がるとき発するマイナスエネルギーを鼻から吸い込み元気になるのだ。ベロベロバーデウィス。ベロベロ強さを見る。特攻型だね。どっちかというと特殊型。お、ノーマルがある。フェアリー要素どこ行った。木星行け。この上どっから行くんだろう。どっから行くんだ。乗っけない。なるほど、わからん。あ、こっちが来れる。明かりが欲しくなってくるな。お、なるほど。さあさあ、よし、うー、明るくなった。どうだ、明るくなっただろ。光の粉、まあ順調かな。ここで捕まえてないのはマシェードぐらいかと。このキノコは調べられない。ここ右ある、もしかして。ギギアル、ギギアルは違う。こっから右に行けそうだな。通れない、気のせいか。おお、視点が切り替わってしまった。あ、抜けた。アラベスクタウン。もうジムあんじゃん。まずはポケモンセンターでか。シューシュー、どなた。あのヨッシー、ヨシーアイランド系で卵出す人かな。こんなんいたよね。ただ無限に卵を出し続けるだけの簡単なお仕事してるやつ。ふらふらと誘い込まれて何とも言えない街ですね。ヘンリーとグレーテル、ヘンデルとグレーテルが迷い込みそうなね。
光るキノコ、不思議なキノコ、フェアリータイプのいたずらなんの。ルミナスメイズの森で迷ったらフェアリータイプの仕業だろうね。キノコポケモンセンター、とりあえず回復。まだハイパーボール買えないしな。まあここはなしと。とりあえず刻み回復用の傷薬をいくつか買っといて。いい傷薬700円もすんのかよ。自販機ねえのかな。自販機2個ぐらい足しとくか。まあまあお守り小判で金貯めてるからね。お、ここもあり道で来れそうだな。アラベスクタウン、巨木の内側をくり抜いた形の、居住区がある。くり抜いた形のね、開業の場所おかしくない。巨木のない内側をくり抜いた形の居住区がある町。ふん、フランク、それじいちゃんの名前だぜ。フランク博士。ふんがふがふが、俺ポケモンだ。お前俺と勝負しろ。ん、まあ聞いてくれ。ヒバニーとヤクでは同じ種族か。いや違うだろう。でも俺たちはまとめてポケモンと呼ぶ、ね、ヒバニーと俺も違う種族、俺とヤクでも違う種族。つまり A イコール B、 B イコール C、 つまり A イコール C だってね、言ってるみたいなやつだね。うん、そうだね。君はポケモンだよ。俺はポケモンになりたかったんだ。ファイトです。そうだ、ファッションを変えれば気持ちも変わるだろうと。君、俺の燃え上がる気持ちを表現しているような服をね、俺の前で着てくれないか。ぴょん。そんなのあんの？炎を感じるデザインの服を着てこいと。ブティックは？おや、フランガーわしじゃ。お、手紙を届けに来たぞいと。おう、ポーラちゃんかの。懐かしいの。彼女病気してね、わしに隠してたんだ。喧嘩になってわしも引っ越すことになり、それ以来会ってないんじゃ。はい、それならよかった。こだわりのスカーフをくれてやろう。君、友達はいるかな。失礼な。ポプラちゃんのジムスタジアムは小さな劇団でもあるの。ポプラさんはずっとずっと昔からジムリーダーなんだ。だっておばあちゃんだから。人んちのテレビはつけていくスタイル。あ、もう私の邪魔しないで。誰と話しているんだ。この子には一体何が見えているというのだ。チュッパ。お、マイカさん。いらっしゃい、ポケモントレーナーちゃん。お、ラテラルタウンのジムリーダーに勝ったのかい。じゃあこの技マシンあげちゃうわよ。たたり目。え、駄菓子。それは当たり目だっちゅう。畳みかけるように攻撃する。状態上の相手に大きなダメージを、ね、与える。キュイーこいつカービィにいそうだよな。ポケモンとトレーニャーとって進化はお悩みポイントね。うん、強くなるけど姿形が変わってしまうのよ。はい、では戦いながら教えるわね。そんないきなりレドウムシ。あらあら、虫か役か。多分変わらずの石持ってんだろうね。守備力上がるんだよね。リフレクター。こっち物理攻撃しかないのにやめてもらいたい。ほらほら、俺のリフティングのテクニックを見ろ。レドウムシの硬さを突破するなんてやるわね。
進化の奇跡ですね。はい、あげちゃう。これは本当に強い。ポリゴン2に持たせるとポリゴン2だよね。ポリゴン2に持たせたら超強いんだよね。 1.5 倍だもんね、守備力。だから磁場コイルにせずにレアコイルのまま行くっていうのもね、なんのこれ全然ありだ。行く前にとりあえず町の探索。眠るといびきカビゴン食べ残しのコンボよ。カホルキノコ、まあ技ポイント使っちゃったから技ポイントは回復。さてどうやらフェアリーかゴーストかどっちかっぽいな。いや悪の可能性もある。多分フェアリーだけど、フェアリーはどっかないかな。 VS 全然関係なかった。いまだにね、あの属性表覚えきれないからね、属性表プリントアウトしたんだけどね、ちょっとどうやら古かったみたいでね、フェアリーが乗ってないんだよね。ポケットモンスター、ハートゴールド、ソウルシルバー、タイプ別相性表で鋼までしか乗ってないんだよな。まあいいか、しょうがない。わからんもんはしょうがない。さあ行きましょうか。行き止まりじゃんここ。マップって何だったっけ。こっちありだ。タウマップ、もう端っこ。ああ、この先に道はなさそうだね。これ終わったらまた戻ってこっち行く感じかな。アラベスクスタジアム、着替えれる場所がないんだよね。こいつにちょっと燃える服をさ見せるのに、多分ユニフォームでしょ。カキのユニフォームで、カキは違う。ボケタクシー、着替えれる場所。ブティック、ブティック、ここではない。自販機、自販機、おいしい水、回復量が10多いぜ。おっよし、連打連打。ねえ、ゲームボーイの初代の頃からこうやってこっちの方が効果いいから頑張って連打したよね。くせえな。まあよくやったよね。ちょっとブティックに行こう。ブティックに、ブティックどこだろう。充電が足りない。燃える服、着替える。
多分ねこれでいいんじゃない、マップ。さあどうだ、 OK かい。お、燃え上がる気持ちを表現したような服を着てくれない。いや、炎を感じるデザインの服を俺の前で着てくる。これじゃないの？じゃあ持ってねえわ。着替えに帰るのめんどくさいからこのまま行くか。あら、マリーさん、つまんねえこと言うなよ、ね、ジムバッジ6個、あんた要注意だね。エセピカチュウ、ね、ほら、エセピカチュウも警戒してるよ。で、エセピカチュウ、あんたもしかして気に入っちゃったの？エセチュウ、仕方ないな、リーグカードあげる。じゃあもらっとこう。あんたのことをライバルとして覚えておくよ、と。数少ないジムチャレンジャーだいぶ減ってきたみたいね。絶対決勝に進もうよ、エセピカチュウ。ボール君、ボールガイのボル、ボル、ボールガイボルよ。そんな君にプレゼント、ラブラブボール。性別が違うと捕まえやすくなるぞ、と。だいたい伝説って性別はてなだよね。ピンクとはフェアリータイプを意味するのかい。なんだか重症な人が来た。クイズの重み、クイズ。あなたガラルで捕まえたデスマスをお持ちになって、海外で捕まえたデスマスと。なるほど、しょんぼりですわ。うぃー、あー、ちょんぷりでー。シュウヤ選手の話題増えてきてるよ、バズってる。ポプラさん厳しいがぶつかっていきなはれ。さあ、フェアリーだね。フェアリーに強いのは鋼とアクザ、どっちだっけ、弱いんだっけ、つまりわからん。ポケモン入れ替え、まあ全部サッカーボールシュートしとけば勝てると思うけど、フェアリー鋼だよね。鋼、たっけそんなん、あった、マッギョ、エスパー、アク。とりあえずフェアリーはドラゴン技が無効だった、それは覚えてる。だからドラゴンは連れていかない方がいい。格闘は効くんだった。マッキョって進化したっけな。よし、じゃあちょっと、レベル25じゃ役に立たんけどね。鋼の翼、これは強い。あれ、ない、あれ、あったあった、79種。覚えれるのはお前、覚えれんのか、お前は鋼なんだから覚えろよ。じゃあちょっと、悪格闘、もう一回枠だっき。空手チョップはね、あの相手のミラーシールじゃなくてリフレクターと光の壁かを壊せるんだよね。だから割と使えるんだけど、カモネギ、お前翼あったのかみたいな。よし、これでいけるだろう。